まずはバジャーノ岡山の選手、スタッフ、フロントの皆様、スポンサーの皆様、そしてサポーターの皆様、心より感謝申し上げます。たくさんの方々の支えのおかげでこれまで続けることができました。入団してからもう11年が経ってました。プロになってからは自分の力不足を感じることが多かったです。特に 2,3 年目は怪我などもあって完全に自信をなくすこともありました。そんな時に長澤哲さんと出会ってハードワークすることを叩き込まれました。それまではテクニックを売りにしていたけど、チームの力になりたくて必死に食らいつきました。本当にきつい時もあったけど、サポーターの皆さんの声が僕の足を動かしてくれました。多くの試合に出場させてもらいましたが、毎試合緊張したし、プレッシャーも感じたし、怖かったです。それでも勝った時にサポーターの皆さんの喜ぶ姿を見て、頑張ってよかった、次も頑張ろうという気持ちにさせてくれました。本当にありがとうございました。それと嬉しいことに、今月から息子がサッカースクールに通い始めました。バジャーノの試合を見たからかわからないですけど、サッカーがしたいと言ってくれました。岡山に住む父親として、バジャーノ岡山にはこれからもたくさんの子どもたちに夢を与えていってほしいなと思います。クラブを去ることにはなりましたが、バジャーノは自分にとって特別なクラブですし、一番好きなクラブです。バジャーノが J1 で戦っている姿、盛り上がるスタジアム、盛り上がる岡山の街を想像すると楽しみで仕方ありません。絶対 J1 に行きましょう。まだ大事な試合が続くので、引き続きバジャーノをよろしくお願いします。さて続いて5カ国よりあなた方が贈呈されます。